青コーナーより R.O.D. D. ローブラウン入場。果たしてまいりました。この男、注目の入場であります。赤コーナーよりプロレスリングノア新世代革命児秋山純入場。さあ、冷たく燃えるこの男、新世代革命児秋山純が堂々と入ってまいりました。頑張れ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー ROD 185cm 138kg ガンガンいけ。ディローベラフン秋山。赤コーナープロレスリングノア188cm 110kg 秋山純。レフリータイガー服部。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。掴みます、肘を打ち込んでまいります。掴んだ、鉄拳を見舞います。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか？これはまだ五分五分ですね。そうですか。スリーパーに捉えます。ロープに逃れました。行くのか、ロープに飛ばした、エルボーを入れていきます。組み合います。フライングメイヤーバックからスリーパーに入ります。プロとして戦っているとね、どこかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、腰、膝、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。組に行きます。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子がいいんじゃないですか。あっと、エルボーブロックします。ラフ殺法に転じます。組みに行きます。逆に返します。ノアだけでなくプロレス界全体をもその眼下に収めます秋山純。
見え切らない相手には苦言を呈しダメ出し敢行。厳しい査定の先には容赦のないスターレスな叩き潰しが待っています。ストンピングです。足を殺してまいります。組み合います。お気をつけください。ロックアップ。お気をつけください。キックを打っていきます。掴んだ。ナックルを打ち込んでまいります。行くのか。お気をつけください。リング内に戻ります。相手を挑発してまいります。リング内に戻ります。ブレンバスターに取ります。ストマックを狙ってまいります。ガードします。あっとパンチです。蹴りを見舞ってまいります。エルボーで返します。ロックアップ。コーナーに振ってストンピング。蹴りつけてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。腕を取ります。あっと返します。蹴ってまいります。掴みます。キックで返します。腕をフックします。2位を突き上げます。抱えます。振りほどいきます。腕を回します。ブレンバスターでぶん投げます。掴んだ。パンチで返します。腰を落とします。バックを取ります。エルボーでブロック。決まり具合どうでしょう。ちょっとずれてますね。行くのか。エルボーで返します。ラリアット。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。グーパンチです。こういう技なんですが、次の日ミミズバラになるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああロープに振って、あとボムに持っていった。いやー消耗戦になってまいりましたね。そうですね。ここからはスタミナ勝負になってくるはずですよ。グラウンドに持ち込んでのネックロックです。ロープにブレイクしました。組み合います。返してまいります。起こしてまいります。空中戦を狙いそうだ。エルボーダイビング。キックエクスプロイダー。いけるか。10分経過。正面から投げていった。バックに回った。スリーパーで頸動脈を締め付ける。フロントキック。攻めてる方ももうかなりきついと思いますね。はい。逆に振り返した。あっとカウンター。あっとドロップキック。あっと逆に捉えた。イネって倒した。ドラゴンスクリュー引き起こす。ネックロックガッツリと入った。落とすのか。ガチッと組み合った。ロープに振った。蹴り上げていく。いけるか。対角線に飛ばした。強烈なだ
ていく。エルボーで切り返す。バックを取って小脇に抱えたバックドロップ、岩石砕け散る。エクスプロイダーの体勢、エクスプロイダーが火を吹いた。一気に料理するのか。出すのか。エクスプロイダー首から落下、エビに固める。